はい、こんにちは。婚活系 YouTuber のタクです。えー、今日は、まあ、皆さんにおすすめの、これ、スカルックス、スカルプケア。うん。これ使ってるみんな。うん。紐手ぶさめの君たちはね、これ使わないとダメだよ。で、僕もね、これじゅーって言ってこうやって使ってるんですけど、えー、これはね、あくまで、えー、抜け毛予防ね。見て。 抜け毛予防ね。あくまでハゲてるわけじゃないからね。たまにね、あのなんかね、は、俺のことハゲとか言うやついるんですけど、本当ね、あの、やめてください。誹謗中傷はやめてください。ハゲではありません。あくまで、あの、抜け毛予防のためにこれシューってやってね、えー、やってます。で、これね、あの、前もね、やったんですけど、シューってやってね、まあ、気持ちいいし、スッキリするし、あとなんかこう、べたついた感がね、 ええー、まあ、いわゆる、頭皮がね、スッキリするんです。ベタついた感がね、こうなくてね、頭皮が本当にスッキリします。これはね、おすすめです。あのー、まあ、抜け毛予防っていうね、あのー、なんだろうな、ジャンルで、うん、ぜひね、利用してみてください。スカルップ、メディカルヘアートニック。このトニック系がいいよね、夏は、特に。血行を促進し、抜け毛を防ぎ。 発毛を促すって書いてるよね。やっぱこう、抜け毛予防。まあ、これからね、あのー、僕は、あの、ハゲてないですけど、もしね、こう、抜け毛とかね、ハゲていったら嫌じゃないですか。で、まあ、そういう意味でも、やっぱり皮膚を、皮膚をね、綺麗にして、あのー、抜け毛予防にね、えー、使う。あとね、 あの、こうリラックスできます。これでね、シューッとした後ね、あのマッサージとかすると気持ちいいんですよ。これシューってやって。もうね、これがね、楽しいです。本当これが楽しみです。唯一の。で、まあね、結構ね、気持ちいいですし、うん、すごいおすすめなので、えー、ぜひね、皆さん、こういうのを使ってみてはどうですか。これ、どこの会社なんだろう。スカルプメディカルヘアトニック。えっとね、どこの会社 わかんない。ああ。わかんないね。また後ね、URL とか貼っときます。覚えてたら。<laughs> 覚えてたらの話だけど。ええー、まあこういうね、トニック系のね、スーってするスプレー、ぜひね、おすすめなので、ぜひ皆さん使ってください。ということで、えっと、この後ね、えー、本題に入りたいと思います。えー、本題はね、このね、暑い夏、婚活をどうやって乗り越えるか。これね、皆さんに、 お話し,します。まあ暑い夏ね、非常にね、婚活ってハードです。うん、ハード。何がハードか分かりますかハードなんですよ。何がハードかというと、それは、つまり、暑さで、皆さんヘトヘトになります。あの、夏婚活されたことある方ね、分かると思うんですけど、どこ行っても暑いです。あの、あの暑くないとことかないですよ。 うん、ぶっちゃけ、それはね、あの、なんか、北海道とかだったら、涼しいかもしれないけど、それ以外のとこ、普通に暑いです。どう言っても暑い。北海道でも暑いでしょう。うん。だから、こういう時に、婚活ってね、あの、向いてないんですよ。うん。夏はね、皆さんもうね、あのー、婚活ね、あのー、せずにね、ゆっくり家で寝る方がいいと思います。暑いしで、ね。うん。あと、アイスも食べたくなるしね。 で、まあ、僕ね、最近ちょっとダイエットしてるので、まあ、アイスはね、食べませんし、お菓子も食べないんですけど、ただね、こう、甘いもんとかね、食べたくなっちゃいます。まあ、暑いしね、冷たくて甘いもの、食べたくなるな。まあわかる方はね、コメントください。下に甘いもの食いたくなるよねってね、コメントくださいね。まあ、そういう感じで、夏婚活される方はね、本当 <laughs> あの、大変だと思います。 うん。ここのどうこう攻略するか。どう超えるか。で、その先が見えてきます。なので、皆さんね、しっかり、夏はね、夏、夏バテせずにね、こう暑さをどうしのぐかを考えながらね、まあ、婚活していただければと思います。ということで、今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。